そので始まりました、むちチャンネル。さあ、はい、今回は、ミネにおいでいただきまして、はい。英検準1級の結果、出ましたんで、はい、いよいよ、合格発表に行きたいと思いますね。いやー、いよいよですけど、あれ、てんちゃんと喧嘩したんですか？僕じゃないです。僕じゃないです。知ってます。はい。さあ、何そのリアクション。声が小さすぎて大変です。毎回音量上げが大変なんで、それで、がもう、ネタになっちゃったよ、もう、はい。まあ、試験だよ。気をつけました。あ、なるね。そうです。って言っちゃったらね、二次試験、それ減点されちゃうんで、はい、今日もそれ言ってきた高校の講習で、まさにそれを話してきたところなんですけど、はい、さて、で、一次試験はね、前回合格最低点で合格してたという。はい、はい、そうです。それを隠してて。言おうと思ったんですけど、言われ始めちゃったんで、いろいろ。そうそう。で、また、よりによってデータをさ、すげえ長い写真で、あれってどうやってやったらあんな長い写真になるの？撮ったらフルスクリーンでできるんで。フルスクリーンっていうのがあるんだね。はい、iPhone の目の右側を押すと全部映るようになって。ああ、そうなんです。いや、すげえちっちゃくてさ、使えないわけ、動画にね。それで、もう動画出さなきゃいけないからね、つけて送ってっつってもね、全然送ってこなかったんで、なので知らないまま私編集してて、そしたら合格最低点なんでコメントがいっぱい来て、合格最低点なんですけどみたいな、バレちゃいました。そうだったんだって思ってなったんですが、はい、さて前回の合格時とちょっと点数比べたいんで、まず前回が CSE スコア伸ばしてないといけないからね、2347点で、突破の CSE を見ると、はい、リーディング605、リスニング619、ライティング579、スピーキング544。で、スピーキングが544か。はい、これだと、立教とかには、まだ、まだ、まず行かないということで、上げたいということで、やった、はい。結果を見ますか。はい。で、それぞれの分析もします。細かく出るんで。はい。その辺のやつも。ということで、お合格しました。ということで、準1級合格無事受かりましたよ。よかった。そして578点。はい、微妙に上がった。微妙に30点くらい上がりました。はい、なるほど、上がったということで、じゃあそれぞれのどうだったのかを見ていきたい。細かく出てくれるんで、はい、トイックもこうしてくれるように。まずナレーション13点。お、意外と取れてるね。はい、どうやって対策したん？とりあえず過去形を使うことをめちゃめちゃ意識して、はんはんはん、で描写されてることを全部話すっていうのをやって、うん、あとは録音して確認しました一回、うん、あとは直前に森哲さんの動画見て、うん、最後にチェックして試験臨みました、うんうん、なるほど。いや意外意外にできてた。はい、そして Q&A、 はい、20点中16点。はい、おー、なるほどね。これが前回より上がってました。うんうんうん、文法を結構ちゃんとやったので、うん、ちょっと喋るのに今回は自信があったっていうか、うん、いろんなもん、直接法を使って。直接法ってなんだよ。あ、直接法。直接法ね。あ、直接法を使って話したりとかしました。うん、でも最後の問題、導入文のやつがちょっと難しくて、実利主義の話。ほうほうほう。世界中から最近多くのものが輸入されてて、うん、生活便利になりましたっていうのが、うん、服がいっぱい入手されて、いろいろ着れるようになりましたってあって、実利主義は将来的にもっと受けられると思いますかっていうので、うん、前の受験者とかの声聞いてるとそこでみんな止まってたんで。うん、聞いてんのかい？いや、わかんなかったですけど、なんか、ボソボソ聞こえるじゃないですか。はいはいはい。はい。それで止まってて、最後何かなって思ったら結構難しかったので、抽象的な答え方になっちゃいましたけど、とりあえず喋ったんで、大幅限定されなかった。イラストに関する質問ではって書いてあるから、イラストのI'll be thinking のとこが限定されてるんでしょうね。I'll be thinking は言ったんですけど。その後ろ。え、その直接法っていうのは何？その後ろのことでしょ？ I'll be thinking の後ろを直接法で言ったってことじゃないの？間接和法を使ったって言いたかったの？それはこっちじゃなくて、普通の方で使いました。うん、普通の方って。その次を Q&A ので。そうです。はい。もうまあそれはそうでしょ。直接法、間接和法使わないよ、普通。使わないです。はい。で、アティチュードが3の3なんですよ。はい。やりましたね。はい。この喋り方じゃ絶対取れないのに。ちょっと緊張しちゃうんで、ここだと。もう、じゃあ、明るくやったんですか？はい。目合い髪には言わなかったんです。まあそこは関係ないから。はい、みんな言ってましたよ。あ、そうでしょうね。はい、でも関係ないからね、採点には。はい、明るく、そうだね。だから言ったじゃん、目合い紙なんか言わなくったって態度点は3取れるんだから。はい、ね、本当に皆さんね。日本人でした、それともアメリカ人とか外国の人でした、面接官？日本人でした。あ、はい、日本人でよかったじゃないですか。日本人の方がね、態度点出にくいからよかったと思いますよ。 それぞれ他のやつとか、今回のはリーディング597、
リスニング602、ライティング593、はい、スピーキング578ということで、どう上がってんの ?2370、はい、ってことですね。はい。ということで、これはリーディングとリスニングがちょっとずつ下がってるんですよ。うん、ライティングで20点上げて、今回合格したって感じ。なるほどね。はい。やっぱライティング大事ですから。はい。ようやくが出て厄介ではあったんですが。はい。ちょっとじゃあまた、そのミネのライティング。これ何に対してイエスって記念始まってるんだけど。ああ、これは。これライティングのやつ。影響のサイトに載ってる過去問で、カンパニーはもっと環境に優しい製品を作るべきかどうかっていう話を。これライティングなんですね。ライティングです。はい。イエスって書いちゃダメですよ、ライティングで。あ、そうなんですか。当たり前でしょ。ライティングでイエスってそれスピーキングだから。書いたの、本番も。本番書いてないです。うん、これは絶対ダメですよ。はい、Yes, I think so, はい。Yes, I think companies should be required to produce goods that are easy to recycle. If companies do this, movement? わざわざ movement? 必要はないでしょ。They will get great advantages in various aspects. そうですね。aspects とか、まあ、そうですね。in ways に直されてますね。なるほどね。で、disadvantage view だと 100% 起こることになっちゃうからね。ああ。すごい説得力があるんだったらいいけどね。はい。These days we are concerning about もう最悪。ちょっとこれは、だんだんされてきてるってのを表したくて。あ、進行形にしようとしたってことね。はい、そうです。絶対ダメです。このコンサンって、イングにできないよ。全然ないですよね。はい。まあ、もうコンサーニング全知で使ったりとか、あと不安にさせる側になっちゃいますね。はい。Concerned about environmental problems because the governments have dealt with DLR って書いてある。ED そのままつけちゃったんですけど、D に直されて。あ、ED なのかこれ。ははは。D を do なのね。はいはい。当然、dealt ですからね。はい。dealt with. で、are dealing とか、そうですね。Was this problem seriously and social media often pick upinformation about that. ピックアップってピックアップするって意味じゃないですからね。拾い上げるですから。はい。日本語とは釣れますし、あとまあ、The governments って誰だよって思うけどね、俺からすると。どの governments だよって思うけどね。S つけたんで、まあどこでもいいんじゃないかなみたいな。いやいや、そういう問題じゃ雑ついてるけどね。はい。その governments って言われても。はい。Because of this,好きだね、こういう表現ね。If some companies produce eco-friendly goods, we will have a good image of the companies. 会社が作ったらってことね。まあ、いいイメージ持つんじゃないかなっていうのを書いたんですけど、ここでも雑使っちゃって。それより、俺はサムの方が問題だと思うけどね。サムカンパニー。なんでサムにする必要があるの？とりあえずぼかしとこうかな、みたいな。If companies にした方がいいでしょ。会社がこうしたらでしょ。なんで、こう、いくつかの会社じゃなきゃいけないの。まあそうですね、確かにそうですね、うん、はい。そう、イコフレンドリーグッズを出したら、だから。で、in addition, in fact, recycling is good for solving pollution problem. で、because we can reduce the amount of trash. で、it also means that CO2 emissions will be decreasing. なんで未来進行形にする意味があんまりないけどね。Therefore, companies try to produce more eco-friendly goods. まあ数が増えると。はい。めちゃくちゃたどたどしいんだよね。すごいあのフローがないの、流れない。あ、難しいね。ガチガチのノンネイティブが書きましたっていう感じのやつなんだよね。毎回こういう直され方するんで、まあ不自然なんだろうなって思う、うん、思うんですけど、解決策がないんで、もがいてるんですけど。そう、だからネイティブも困ってるのがよくわかるよね。厳しくされたらわかんないですよ。そう、だからその全く入ってこない頭の中に。何が言いたいのかさっぱりわからない。そうっすかね。うん。あのね、わからない。何が書いてあったかがわからない。言いたいことが全然わかんないや。参考書とかで、ちゃんとした手本の例文とか見られて、うん、後に自分の見ると読みづらいなっていうのは感じるんですけど。うんうんうん、何がそうさせてるのかっていうのが分かんなくて。なるほどね。やっぱ日本語をそのままやってんじゃない。ああ。うん。論理のフローが全然見えないんだよね。はい。むずいな。一応因果ってのは意識してて。うん、分かる。その表現を使ってるんだけど、はい、全然でも自然にそれが置かれてないから、はい、逆に分かりづらくなって。in addition, in fact とかさ、はい、そういう言葉が並ぶと、なんか何の話、教科書でなんか見たことあるような気がする。いや、なんか、なんだってこれ新しいトピックなわけじゃん。はい。だからそこにインファクトがあるとなんか、なんでってなっちゃうけど、because とかを多用してるんだけど、therefore とかね、そういうのを多用してるんだけど、逆に分かりづらくなっちゃってるよね。はい。まあぜひ分かる方は、
コメントでなぜこうなっているのかっていうのをね、これが原因なんじゃないのみたいなのをコメントいただけたら、モリテッドイングリッシュライティングもなんと YouTube 内からオーダーできるようになりました。え、そう YouTube の中からなんとできるようになりましたので、まあご利用いただければ、はい、そちらライティング添削がいっぱい来ちゃうと困るんだけど、俺も見るから、はい、そういうのもやってますんで、皆さん頑張って、はい、行ってもらわなきゃいけないんで、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、応援してあげてくださいということでございました。ご視聴ありがとうございました。テキボーチン。